東京秋葉原、総勢3名で活動している小さな発明サークル、未来ガジェット研究所。中二病の大学生岡部凛太郎は研究所のメンバー、通称ラボメンである橋田イタルや椎名真由里と日々へんてこな発明を繰り返していた。どれも実用性のないガラクタばかりだったが、未来ガジェット8号機電話レンジカッコ仮は携帯メールを過去へと送るタイムマシンとしての機能を備えていたことが判明する。過去にメールを送信するたびに世界線の移動が起き、メールの内容に影響を受けた人々の過去が改変されるが、なぜか岡部凛太郎の記憶だけはそのままであった。ラボメンたちを実験台に次々と行われる過去改変。しかし些細な過去改変がもたらすバタフライエフェクトの影響が絶望的な未来を生んでしまう。その絶望から抜け出すため、岡部凛太郎はたった一人で何十何百何千回とタイムリープを繰り返す。世界変動率 1% 台のベータ世界線を目指せ。それはまさに孤独の観測者。これより最終ミッション、オペレーションスクルドの概要を説明する。確定した過去を変えずに、結果を変えろ。世界を騙せ。健闘を祈る。